ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、ギリ、立て直せ。援護するよ。これを。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほれ、頭き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。
ソないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。我が言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わないでしょ。プロンプト話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エゴに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。だわ、やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. 世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。押してるよ。おい、待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。ノクト、あれ一緒に見ない？なんだ？辛いのかなこれ。うまそうだな。夜車走らせてたら荒れてて。おっ、いらっしゃいませ。何か食ってくか。何が知りたいんだ？
気に入ったならまた来てくれ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん、工場に入ってるのオートのやつか。ああ、なんあれ、まだ整備中だよ。どうしたの。整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないからじいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。あ、そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ほら！よっ！ノクト、分子召喚できんだろ。敵に合わせて使え。ていい感じだ。当然。一体誰を狙ってる？悪かったって。よし、次の地点へ向かおう。これ、何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。いや、止め。ディア、ダッシュ。感情ってね。いや、セイ。プロンプト。かっこいい。
ノクトにも頼む。お前は何も見てない。はいはい、見てない。あれやったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こちらで最後だ。気抜くなよ。よロクト、シフトブレーキして敵のガードを崩せ。ほら、今だ。任せろ。よし、やったな。よっ。調子頼んだ。ブロット当たれ。よし、終わったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なの？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。しっかり敵を見極め、もっと気を。はいはい。エグルス。無事だな。はいはい、行くぞ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。ほいや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。トウテツというモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりだ。こいつふっせガディオ
そっちこそ。やば。油断したな、僕と。行くぞ。待ってろよ。一掃するぞ。頼りにしてるぜ、グラディオ。ノクト、能力に返ってきてくたまるんじゃねえぞ。あぶれて回復しろ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。エーザ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くの調べでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。キャンプにするか。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。うまく取れてるな。あれ、
あいつ？ん？誰かいた？いや、なんでもない。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。ていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。